はい、開幕戦セントピーターズバーグの予選が終わった佐藤拓磨選手にこれからお話をお伺いします。はい、よろしくお願いします。久しぶりの予選5位トップ6入りました。はい、嬉しいですね。今の気持ちを一言で言うとどんな感じでしょうか。もちろんシーズン開幕戦っていつもこう、楽しみなんですけども、ここ数年は、ちょっと苦しい、開幕戦から、もちろん決勝リザルトはね、非常にいい状態をこう保ってきてましたけども、予選でこうしかも雨とかね全然関係なくドライの非常にこうコンシスタントな予選の中で、ファイアストーントップ6に入れたっていうのはそれもこうチームを移籍して、一番最初のレースでそれができたっていうのは非常に良かったと思います。はい、今日はこちらが3月11日なんですけれども、はい、東日本大震災から6年目ということで、はい、日本でも応援している東北の人も多いかと思うんですけれども、ちょっとメッセージをいただけますか。はい、そうです。そうですね。本当に6年前のね、2011年の、ここの開幕戦ピーターズバーグから、ウィズユージャパンの甲子園プログラムをこう、始めて、あの時も5位でフィニッシュして、日本をやっぱりこう思いながらね走ったっていうのはありまして、あれから6年でまだまだ復興としては本当に、やらなきゃいけないこともたくさんありますし、まだ苦しい、生活だったり、大変な状況っていうのは続いていると思うんですけども、少しでも、レースを頑張ることでまた、子どもたちにもやっぱりたくさんの、夢なり希望なりっていうのをこう、見ていただきたいので、自分のレースと並行してね、ウィズユージャパンの方も一生懸命サポートしていきたいと思ってます。はい、いよいよ明日は新チームで初めてのレースになります。抱負をお願いします。はい、状況を考えればここまでの予選、本当に、予想以上の出来だったと思うんですけども、ここまで上り詰めることができたんで、あとはもうトップ3の表彰台をやっぱり目標にね、簡単ではないと思います。すごく厳しい状況だと思いますけども、トップ3を目指していいレースを頑張りたいと思います。はい、わかりました。じゃあ明日期待してます。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。